はい、皆さんこんにちは、直樹パークです。今日は水辺に生息していて網がなくても取ることができるような生き物を何種類かご紹介させていただきたいと思います。季節は少し遡って8月の終わり頃の映像となります。そしてこれはね、お出かけ当日の朝、自宅での私の朝食でございます。休日は時間に余裕がありますので、ちょっとカフェ風に楽しんだりということをしております。ちなみにここで映っているカフェオレはサントリーさんのラテベースです。使用しているカップは2本買ったらもらえるというキャンペーン中に買ってゲットしたものとなりますね。牛乳と割るだけで簡単に美味しくカフェオレが楽しめる商品となっておりますので、まだ飲んだことがない方は買ってみられてはいかがでしょうか。はい、それでは水辺の生き物たちに会いに行きましょう。はい、ここはとある田舎の水辺、ちょうど川岸まで降りた時の映像となります。この日は雨の影響で水が少し濁っておりますが、ここは上流に近い部分となりますので水温も低めで、川ムツや追川などの清流魚と呼ばれる魚も生息している場所となります。あ、この羽が黒いトンボはおそらくハグロトンボかと思われます。田舎ではよく目にするトンボですが、都会ではあまり見かけない種類かもしれませんね。そしてそのすぐそばではサワガニが散歩する様子も見られました。こちらは挟まれる可能性はありますが、手で捕まえることも可能ですし、小さなプラケースなどの容器を持参すれば持ち帰ることも可能です。ただ暑さに弱い面がありますので、夏場なら保冷剤などを使って温度上昇に気を配ってやる必要はあるかもしれませんね。その場合、保冷剤を直接容器に当てるのではなく、タオルなどにくるんだ状態の保冷剤を軽く当ててやる程度で良いかなと思われます。同じく網がなくても捕まえることができるのが、こちらの川ニナと呼ばれる貝です。水の中にいる貝ではあるのですが、割と手の届く範囲にいることが多いんですよね。ただ捕まえるときは足元が滑りやすくなっていることが多いので、十分にご注意くださいね。金魚やメダカなどの水槽に入れてお掃除屋さんとして活躍してもらうこともできます。ってことで数匹持ち帰ることにしました。短時間であればこのように濡らした草と一緒に袋に入れる程度で大丈夫かと思われます。ただしこちらもお騒がにと同じで暑さに弱い面がありますので、ご注意くださいね。おっと、トノサマガエルですね。これは森に向かう途中で発見したのですが、水田近くでもよく見られるカエルです。手で捕まえることも可能ですが、少々俊敏でジャンプ力があるのでちょっと難しいかもしれません。最後はこちら、川の上流域です。その川の脇ではカジカガエルを発見することができました。このカエルは川の中流から上流にかけての石の上などでよく発見されるカエルです。とても美しい声で鳴くことから清流の歌姫とも呼ばれているそうですよ。そしてこちら、これは新たにお迎えしたカマツカおじさん、いや失礼、カマツカというお魚でございます。また近
近々紹介させていただこうかと思っておりますので、よろしければまたご覧くださいませ。それでは今日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。